皆さんこんにちは。週一なでしこカフェ始まりました。この番組はなでしこリーグ協力のもと配信しています。 MC の森口香織です。長谷川優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっと、はい、美容院に行ったら優ちゃんと同じくらいの髪型になってしまいました。ちょっと2人とも T シャツも無地の黒黒だし同じ髪型してるじゃん。こういう感じがみたい。だってもう最初の頃私がショートで真由美さんめっちゃ髪長かったじゃないですか。長かったですよね。気づけば同じみたいな。番組のね、あのビジュアルはその髪型で撮ってるから、うん、あれ去年の夏ですもんね。いやー月日が経ちましたよ。月日が経つと同じ髪型になるんですね。同じ髪型にだん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 強制されていって。なんか美容院なんかもね飽き出したし、はい、うん、だいぶ普通の生活に戻りつつありますよね、うん、はい。皆さん今日はどうですか。あのお仕事はそろそろ始まってますか。でまだリモートの方も多いですよ ね, ね、そうですね、なんか半々ぐらいなのかな。うーん、今日もゆっくりお昼休みに楽しく過ごしていただければと思います、はい、今日はですねジェフユナイテッド市原千葉レディースより大滝亜美選手をゲストに迎えて番組をお届けします。はい、特集ではですね、あの活動休止中の、ま、近況であったり、その海外でのプレー経験を含め、つい最近、昨日ですね、発表されたプロサッカーリーグについてのニュースや、はい、ま、大滝選手が活動しているなでキュアについてもお話聞いていきたいと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしてください。はい、この番組はサッカーキングの YouTube、そしてペリスコープで配信しています。ぜひチャンネル登録とフォロー、そしてグッドボタン、よろしくお願いします。それでは、週一なでしこカフェ、開店です。試合って普段見てらっしゃるんですか。高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです。よく見てた。Play with the, since the young age. Konnichiwa, c'est Kylian. À tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. Arigato.それでは早速今日のゲストをお呼びしましょう。大滝亜美選手いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあの初めてっていう気がしないんですよ。そうですね。なんだ初めて感、なんか居心地がすごくいいです。なんか嬉しい。よかったです。本当だったらカフェ気分で一緒にお茶でも飲みながらお話ししたいんですけれども、はい、今日はリモートで。はい、リモートで。ご自宅ですか？そうです。壁紙がかっこいいですね。はい。ふくわり。はい、ふくわりの壁紙を使ってます。ちゃんとスポンサーもしっかりと載っていて。これいいですね。あの正面に立ってもスポンサーが隠れない作りになってるっていうのが、確かにエンブレム後ろにあったりすると隠れちゃいますもんね、うん、隠れちゃいますもんね、はい、ちゃんと考えられてズームを考えられてる作りなんで本当だ担当してるさあ今日はですね大滝選手にいろんなお話をもう今日は本当盛りだくさんにいろいろ聞いていきたいんですけれども、まずは昨日発表された女子サッカーのニュース、大きなニュースが発表されましたので、はい、こちらご紹介しましょう。まずは皆さんご存知だと思いますが、日本初の女子プロサッカーリーグが2021年秋開幕、名前は WE リーグに決定しました。WE リーグ、あ、いいね、あ、かっこいい、これWE リーグこれ流行るんじゃない勝手になでカフェ発信で勝手に、なんかプロレスとかでありそうだよねこういうのねWE リーグ日本サッカー協会は昨日オンラインビデオ会議サービス Zoom でオンライン記者発表会を開催し、 JFA の田島構造会長、佐々木則夫女子新リーグ設立準備室長、今井純子女子委員長、高倉麻子現なでしこジャパン監督が出席し、新しく設立される女子プロサッカーリーグ WE リーグについて発表しました。ではですね、早速まずそのコンセプトムービーご覧いただきましょう。どうぞ。
なんかこれを見るとジーンとくるんですけど、うん、そうなんですよ。大滝さんどうでした、初めてこの発表を昨日見たとき。いやもう単純にまあ、始まるとは聞いていたものの、まあ、こうやって公式になったことはすごい、まあ、私たちにとってもすごい大きくて、なんか本当にワクワクしてます今は、うん、ワクワクしますよね。しますよね。だって私たちが小学生の頃って女の子、サッカーやってる女の子の将来の夢にプロサッカー選手ってなかったじゃないですか。そうですね、うん、それがリアルにこう作られていくってどうなるんだろうみたいな。はい、本当にそうだと思います。楽しみ、うん、すごい。この W リーグ、あの、うん、ウーマンエンパワーメントの W と E の頭文字を取って W リーグという名前になっているんですが、女子サッカー、スポーツを通じて夢や生き方の多様性にあふれ、一人一人が輝く社会の実現、発展に貢献することを理念としていまして、日本女子サッカーのトップリーグとして設立。位置づけとしては、30年以上にわたって日本の女子サッカーを牽引してきたなでしこリーグの上位という形になるんですね。で、3つのビジョンというのがありまして、1、世界一の女子サッカーを、2、世界一アクティブな女性コミュニティへ、3、世界一のリーグ価値を、うん、だからこの単純にスポーツリーグ、サッカーリーグっていうだけじゃなくて、こうなんか結構社会的に意義を持ったリーグにしたいっていう感じが伝わってきますよね。大滝さんどうですか、こういうこの理念ビジョン聞いてみて。そうですね、なんかやっぱりサッカーやるだけがやっぱ女子サッカー選手の仕事じゃないと思うし、なんかそれ以外にやっぱりいろんな人に影響を与えることってすごい大事だと思うから、なんかそういうのを選手がまずしっかり心がけていくには、まあ、すごくいいこうコンセプトを持ったリーグだなと思っていて、まあ、その分選手も、まあ、いろんなことをもっと考えながらやる必要があるなって思うんですけど、まあ、すごくいいなって感じてます。感覚はやっぱり変わりますか、そのアマチュアとプロって。はい、全然違うと思いますね、やっぱり。やっぱり、なんだろう、まあ、アマチュアだとやっぱりどうしても、自分は見られてないんじゃないかとか、スタッフだなんてっていう考えになりやすいですけど、まあ、プロだとやっぱりそれなりに責任を持ってやらなきゃいけないですし、そういうところは大きく違うんじゃないかなっていうふうに思います。はあ、そうですよね。確かにその持つ気持ちも違うし、多分見る人もプロ相手にっていうのでな、また見る方も気持ちを感覚も変わりそうですよね。はい、そうですね。参入クラブはですね、2020年の秋、今年の秋に発表されて、リーグ開幕は2021年、来年の秋を予定しています。でリーグはまず6から10チームでスタートして、複数年は降格なしのエキスパンション型を取りますということで、どんなチームが参加するかというのも気になるところですけど、うん、なんか日本全国にあって日本全国で見られるような状態だといいですよね。そうですね。日程が秋からスタートってことは、まあ、一応来年オリンピックが終わってからのスタートってことですよね。そうですね。それがいい方向に行くといいですよね。でそうなると、まあ、今年の例えば、まあ、冬にシーズン終わってプロ参入するクラブは秋まで公式戦がないのかな。なんかそこには、うん、いるんじゃないですかね、交流戦か公式戦か、うん、ではないカップ戦的なのとかがこう、はい、が入るとか、多分プレシーズンマッチみたいなのがいろいろとあるんじゃないですかね。いやこれがそういう日程発表もめちゃくちゃ楽しみですね。どうなってるんだろうと思って。しかも秋春戦だから、うん、冬春戦っていうのかな、うん、だからなんか日本のサッカーにしては初めてですよね。はい、リーグとかも春からだし、うん、海外のこうシーズンと同じリズムでスタートするってことですね。こうすると多分海外の選手がどんどん来やすくなりますよね、リーグにも。はい、本当にそうだと思います。なんか男子もやってない取り組みなので、うん、なんかワクワクしますね。本当ですね。で、昨日のその記者会見では、はい、いろんな著名な方の、応援メッセージも紹介されて、例えば橋本聖子さんですね、女性活躍担当大臣ですとか、うん、スポーツ庁長官の鈴木大地さんの応援メッセージなどもあったんですけれども、先日 OL レインに移籍したばかりの桃木選手のコメントもご紹介されましたので、はい、そちらもご覧いただきましょう。現在海外に遅れを取ってしまっていますが、今回の WE リーグ立ち上げによってサッカーに専念できる環境が作られるということで、日本女子サッカー界のリーグのレベルが上がることが期待されるのではないかと思います。そして私たち女子サッカー選手がプロ選手になることで、
小さな女の子たちにとって憧れに思ってもらえるような存在になりたいと思います。さすがモミピー、しっかりしてますね。本当女の子の目標になるっていうのがなんか夢がありますよね。職業としてプロサッカー選手っていうのが確立するっていうことになるんですよね。そうですね。大滝選手はもう海外でずっとプレーされたから、あのフランスとかはプロですよね。契約は大滝がフランスにいた当初はプロのチームとアムのチームが、なんであの、まあ、チーム内にプロの選手がいて、アマチュアの選手がいるところもありますし、もう完全にプロになっているところもありますし、今はでもほとんどが多分プロ化してきてるとは思います。そうなると環境も整ってくるし、多分そのスポンサーだとかその動くお金も違いますしね。はい。で、あともう一つ私、はい、あのすごいなと思ったのが、そのクラブチームのスタッフ職員が半分以上は女性とするっていう、3年かけてそれを達成すること、あと役員も一人は女性を入れること、あと監督とかコーチも女性指導者を入れることっていう。新しいですね。なんかここまでね、設定して、どうしてもサッカーって男性社会だったり、やっぱり監督も男性がもちろん多いですし、指導者もエスキー持ってる女性監督って本田みどりさんだけとかですよね、確か。だからなかなかここまで踏み切るっていうのは結構勇気のいる。でもそうなると女性の選手がセカンドキャリアで指導者っていう道がまたさらに広がりますよね。確かに、そうですね。あとクラブのその運営に関わっていくっていうのにももっと、あの育成スタッフじゃなくてちゃんとフロントスタッフとして運営に関わるっていう道もどんどん出てくるかもしれないですよね。障害を通してこうサッカーに携われる女性が増えていくかもしれないですね。楽しみですね、本当ね。どんな感じになっていくか。なんか大滝さんは他の選手と喋りました、このプロのリーグについては。時々喋りますね。どんな反応ですか、皆さん。でもやっぱり楽しみにしてる選手が多いのと同時に、なんか分からないことが多かったので、どういう風になるんだろうっていう不安は。そうか。だけど、まあ、でも始まったらやっぱりあの、J リーグとかが立ち上がった時のように、やっぱり選手の勢いってすごい大事だと思うので、みんなでこう勢いづけてできたらいいなとは思ってます。大滝さんのツイッターにも、やるもうちら、やらないもうちら、今のままではダメだけど心身ともに準備する時間がたっぷりある、この舞台楽しむ準備しましょうって書いてて、なんかそれも私ジーンってなりました。見る側はねサポートしかできないけど、本当選手たちがえいってやるしかないですもんね。そうだと思います。なんか不安に思ってる時間もないし、最高の舞台を用意していただいたからにはやっぱり私たちもできることをやらないといけないと思うので、はい。WE リーグの公式ツイッターももう早速開設されていて、すごいアクティブにコメントもね動いてますよね。そうなんですよ、もう注目されまくっているこの WE リーグですから、ぜひそのツイッターの方も皆さんよければチェックしてみてください。さてもう一つ大きなニュース、2020プレナスなでしこリーグ1部2部、チャレンジリーグの開幕日程決定しました。やったやっとやっとだよ。なでしこリーグ1部2部は2020年今年7月18日土曜日に開幕。開幕から2節は無観客試合で、3節以降の開催については感染拡大状況などを鑑みて決定されます。開催日、対戦カード、キックオフ時刻、スタジアムについてはまだ未定でして、最新情報はリーグのホームページご確認ください。そしてチャレンジリーグは2020年8月22日に開幕。こちらも観客動員の有無は感染拡大状況などを鑑みて決定されます。やっぱり開幕日決まったらなんか前に進んだなって感じしますよね。ね、本当にやっとって感じですけど。ですね。はい。でも本当に、これからあの開幕に向けて本格的に動いていけるのが楽しみです。そうですよね。なんか見る方もやっとカレンダーに書き込めるなっていう感じがしますよね。予定が書き込めるみたいな。まあ多分移動の少ないなんかこう組み合わせになるのかもしれないですけど。どんな風になるのか楽しみですよね。
まあ、その無観客試合の呼び方も公募してたりとか、うん、そう、そうなんですよ ね無観客試合ってなんかこう懲罰的なイメージがね、うん、あるので、それをいいなんだろうファンゲームとか、うん、エールゲームとかなんかいい感じで決めようというのが日本トップリーグ機構の呼びかけで今行われてますからね、うん、それまでに決まってるといいですよね、 そうですね、その新しい名前が、うん、呼びやすいのがいいな、うん、ね、で、うん、そこにそれに行こうってなんか思えるような、うん、そんな名前になるといいですよね、うん、ということで以上なでしこリーグまずはご紹介しました。ここで一旦コマーシャルです。試合って普段見てらっしゃるんですか？高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです、よく見てます。 Play with since the young age。こんにちは、c'est Kylian。 À tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. ありがとう。プロ化についてなんか皆さんにもいろいろとコメントいただいてますよね、はい、こうプロ化されるからできることって何があるんだろうとか、まあ、中継はどこがやるのかなとか皆さん結構こう興味持ってる、ね、確かに中継は大事ですよね、うん、どこで見られるのかっていうのは、ね、本当ですね、うん、無観客ならなおさらですよね、確かに、うん、あ、まあ、そうか、無観客は、まあ、今すぐだけど、あのプロ化した時の中継とかですね。プロ化した後もそうですよね。ね、それはちょっと気になる、どういう感じでやるんだろう。またいろんな情報決まり次第お届けしていきますが、うん、はい、ここからいよいよ本日の特集です、はい、ゲストの大滝選手にいろいろとお話ししていきたいと思いますが、はい、改めてお待たせしましたプロフィールをご紹介し、先に紹介すればよかったってすごい思ったんですけど、改めてプロフィールご紹介します。1989年7月28日生まれ、神奈川県のご出身で、ポジションはフォワード。早稲田大学卒業後、フランスの名門オリンピックリヨンでキャリアをスタート。リーグ戦やウェファチャンピオンズリーグ優勝を経験し、2013年から浦和レッズレディースに在籍。翌年再びフランス一部のギャンガンでワンシーズンプレーした後、2016年に選手生活引退を一旦発表されました。その後FIFA が運営する大学院 FIFA マスターに入学して、2017年7月に終了。その後8月に現役復帰して、パリ FC、 日発横浜 FC シーガルズと渡り歩き、2019シーズンからジェフユナイテッド市原千葉レディースでプレーしています。すごい経歴なんですよ。経歴ですよね、すごい、うん、どこから聞いていいかっていう感じですけど、まず大学卒業後すぐに、はい、これってあれなんですよ、ユニバーシアードで、中国のユニバーシアードでの活躍で、そう、フランスから声が直接かかってるんですよね。そうなんですよ、ユニバーではいつもチャンスをもらって、はい、すごくないですか、すごいですよね、よっぽど光ってたんだろう、たまたまフランスとの試合も2試合だったんで、その時に、はい、迷いはなかったんですか、大学卒業してすぐフランス行くって結構勇気がいるような気もするけど。なんか逆にもう海外に行けなかったらサッカーやめようかなぐらい思ってて、はい、ずっとさ、なんか中学生ぐらいから海外でサッカーすることが夢だったんで、はい、まあ、それで海外のチームを探してて、まあ、こういう話をもらえたんで、もう全然迷いとかなくて、むしろもうなんかあまりわからないまま飛び込んだみたいなところもあって、じゃあフランス行ったときはもちろん言葉は分からない状態、分からないです、分からなかったですすごいで、その後一旦現役生活引退してるんですよね、うん、そうなんですよ、はい、で FIFA マスターに入学って、はい、1回はじゃあ区切りをつけようって思ったわけですよね。そうですね、1回またその時は現役復帰するとは思ってなかったんですけど、うん、はい、一回やめて、まあ、なんかいろんなことまた挑戦しようと思って、うん、まあ、行ったのがFIFAマスターなんですけど、はい、FIFAマスターっていうもの自体ってあれですよね、イギリス、はい、フランス、スイス、イギリス、イタリア、イタリアか、イタリア、スイス、はい、あの宮本常様が行ってるので有名になりましたよね、うん、ちょっと、はい、それで有名になったと思います、うん、私もそれで知ったので、あ、そうなんですね、はい、
大学院みたいな感じなんですかね、スポーツについて勉強する、スポーツのインターナショナルマスター、一応ディグリーがもらえて大学院なんですけど、どっちかっていうと、人材育成寄りのプログラムで、なんか広くそうスポーツ界で活躍するためのするしていく人が必要なこう要素を広く学ぶっていうイメージですね。はあ、スポーツ界の MBA みたいな感じなんですかね。めっちゃかっこいいですね。それもちろん英語ですよね、クラスは。すごい、なんかもうすごすぎて、いつからこう英語は。でもなんかすごい勉強し始めた頃から好きで、ね、へえ、横須賀シーガルズなんですけど、はい、米軍基地で練習をすることが多くて、結構外国人の方とコミュニケーションする機会があって、はい、自分の伝えられないことを伝えたいことを、なんかすごいなんかもどかしくて、なんか勉強始めたっていうのがあったんで、10代若い時からこう、ね、自分で、はい、すごい、14歳ぐらいかな、そうやって思い出したのが。はあ、もう海外に行く準備がずっとできてこうしてたってことですよね。しかも嫌々じゃなくて、やっぱニーズというか自分でやりたいって求めて、はあ、なんで多分そもそもの根本の思いはなんか、こういろんな人とコミュニケーションを取りたいみたいなところがあって、海外志向が強くなったのかなと思うんですけど。すごいですね。ちょっとプレー経歴に関してはですね、はい、また後ほど詳しくお伺いしようと思うんですが、はい、そうですね、台本通りに行くとですね、早速ですね、はい、なでカフェデリバリーマッシュこれで良かったのかこれで良かったのか迷いが生じていますが、めちゃくちゃいい話してる中でいきなりぶった切ってこれいきますそう、多分私たちもなでカフェを見てくださってる方も、はい、大滝選手にはなぜこんなに親近感があるのかということを、はい、皆さんに見ていただくために、そうですね、なでデリでめちゃくちゃ愛されてる選手ですから3月5日に放送したなでカフェデリバリーの会で、はい、千野選手と TT 姉妹を披露していただきました。 TT では動画でおさらいしましょうどうぞすごい、結構すごいよそれ。あ、やばい、すごいすごい、やばい。ねえねえ、これなんかこれかわいい。こんにちは、ジェフリーリースのポチボネコンビ、TT 姉妹だよ。TT今日はグランドにあるティーを僕たちと一緒に探してみようよ。ティー、よーし、この TT を決めたら全国制覇だ。行くぞ。ティートル
もう今見ても衝撃なんかもう涙出るもおかしすぎていやお家賃滞納中さんがあの勝手にかっこいいクールなイメージで思ってたから衝撃だったって多分みんな大体そうですよね、お客さんクールなイメージだったから本当にまさかやってくれるとはっていうそんなじゃあ殻破っていかないといけないですこれこうやるってなった時のこの T の脚本というか台本って誰が考えたの？これ多分知野選手じゃないですかね。そう、知野選手だと思います。でも好きなんですよ知野選手。知野選手も意外でしたもんね。なんかねクールな大人っぽいイメージだったから、うん、はい、もうついてきました、師匠にめっちゃこんなのってノリノリでしたよ、本当ノリノリ。監督も結構ね、ノリノリ、ね、ノリでああいう感じなんですか監督、割とカジュアルというか。そうですね、なんか、まあ、あの切り替えをしっかりピッチの上にしっかりやって、うん、あとはもう楽しんでやろうっていう監督なんで、すごいファミリー感がすごいですよね。そうですね、もう、はい、なんか良さそういや本当にこの回はなでしこカフェ史上でもう伝説回ですからね。多分この編集やったの鴨川選手でしたよね、うん、確か。そうなんですよこれディレクターがやったんじゃないですからね、すごいですよね。まで鴨川選手が入れてくれてセカンドキャリア本当そう本当そうもういつかもうなでしこカフェのディレクターになるんじゃないか、サッカーキングに入社していただきたいこの VTR は永遠この番組で使い続けられるっていうぐらいのですよ、ことがありますからね、見本としてあのチームの状況って今やっと練習が始まったところですか？そうですね、5月末にスタートして、うん、30日かな、うん、で今はまだ段階を踏んでグループトレーニングなんですけど、まあ、そこから徐々に人数増やしてっていう形でやっていく感じですね。久々にみんなと一緒に練習できた時ってどうでした？いや嬉しいですけど、うん、なんかやっぱりディスタンス保ったりとか、うん、なんかこうじゃれ合いたいのにじゃれ合えない、もどかしさありますよみたいなイエーイみたいなのができないですよね。ミツ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 ダメ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 そうかそうですよね。なんででも嬉しいですやっぱり、うん、やっぱ顔見れるっていうだけでも違いますよね。ね、はい、うん、実際コンディションっていう部分ではいかがですか現段階での。そうですね、まあでもそれぞれなんかオフじゃな、オフではなかったので、うん、何ヶ月自分でできることをしっかり やろうっていうので、個人個人でやってきたと思うので、もちろん多少ばらつきはありますけど、まあ、でもみんなきっと準備をしてきたんじゃないかなと思ってます。はい、自宅で過ごしてる時ってどんなことされてたんですか？なんか私はトレーニングはできるだけ朝早い時間に走るとかも、まあ、人があまりいない時間にして、うん、あとはまあ、あまり時間を無駄にしないようにちゃんとスケジュール組んでやるようにしてたんですけど、すごい、すごい、結構ゆるいスケジュールです。大体何時から何時の間にこれやってとかっていうことですよね。なんかあんまりカツカツすると私絶対守れないんで、うん、なんかすごいゆるく、まあ、ここは自由時間だから何してもいいよとか、なんか立てるだけ偉いですよね。真面目だよ、本当に真面目ですよ。でも最初の1週間ぐらい何にも立てずにやってて、うん、それダメだと思って、なんかトレーニングとかもやっぱりなんだろう、ちゃんと計画してないと、まあ、今日はちょっといいかなとかって、うん、ちょっとするんですけど、うん、なんか習慣とかで1週間分とか作っとくと、うん、なんか行きたくなくても行かなきゃって気持ちになるんで、うん、へー、はい、そうかそうか、これこなさなきゃっていうのが、目標がちゃんとあれば、ね、はい、偉い、家で漫画読んでるだけとは違う、違う、反省反省や、反省する、ドラえもんずっと読んでた、なんでしかもドラえもんなんですか、ドラえもんが無料公開されてるんですよ今、そうなんだ、まさかのドラえもん、映画の長編がはぁ、恥ずかしい。いやいや、でもなんか私何かを例えばドラマとか見始めたら、うん、本当に止まらなくなっちゃう、もう見たい気持ちを抑えて見ないように。偉い。そう、トレーニング以外ではどんなことをこうオフの間ってしてたんですか？なんかハマってたこととかあるんですか？新しく始めたのが家庭菜園を。おすごい、まあ、ずっとやりたかったんですけど、うん、なんか写真が結構簡単に出てて、
けど、うんうん、スーパーで買うには多いな、うんうんうん、じゃないですか。何これは何作ってるんですか。これは、レタスと手前にあるやつがルッコラかな。で奥トマト、ミニトマトですか。シソは多分このレタスの横のちっちゃいやつが多分シソだと思うんですけど、今結構パセあのバジルやったりとか、あとコリアンダー、すごい、結構じゃ種類多いですね。はい、いいな、これこういう薬味って確かにパッと欲しいですもんね。うん、すごい便利ですね。確かに。受け取って。そういうことはお料理もよくされるんですか。あ、でもこの期間にすごいし、時間がまあでもなかなか練習とかしてると。夜練習だったりすると作る時間がなかったり、うん、まあ、そういう時間があったんで、はい、そうですね、しました。結構あとは他にも写真いただいてるんですか。 あとは、まあ、この期間に始めたんですけど、イタリア語の勉強を始めて、すごい、でなんかやっぱ言葉が好きなんで、はい、あとイタリア語は結構フランス語と近いのもあって、うん、結構すんなり入ってくるので、まあ、この期間にかなっていうことで、もうね、ノートのまとめ方がね、性格が出てますよ。本当だね、綺麗なノートですね。勉強できる人のまとめ方です、これ。本当だ、ちゃんと赤ペンと青ペンを使って。いやすごい。ここからもともと、ね、英語ができる状態で行って、フランス語はもちろん向こうに住んでたから。はい、そうです、そこで、ね、はい、なんで。さらにイタリア語って難しいですよね。発音も難しいし。難しいですね。でもなんか、うん、どの言語もあんまり変わらない気がします。英語はちょっとその作りが簡単かなと思うけど、他の言語は結構どれも。あ、そうやってどんどんみんな増やしていくんだ。なんかだから何国語も喋れる人ってそう言うんですよ。一つ覚えると、うんうんうん、なんかある程度覚えられるよみたいな。ね、バイリンガルの人とリリンガルになったりとかしますもんね。だその一つがなかなか人間いけないんですよね。すごいな、すごいな。いや、ちょっと時を戻したいですね、3月ぐらいに。ちょっと私たちもやりたかった。しました。ですよ、今から。すごい。あとは他になんか趣味とかもあるんですか、いろいろ。そうですね、あとはまあちょっと空いた時間とかに、うん、まあ、インスタとかはたまに見るんですけど、うんうん、おとすずちゃんってすごい可愛い双子のインスタグラムがあって、はい、それを見て結構しょっちゅう見てて最近好きすぎてダイレクトメッセージを送って、返事来ました。ファンじゃないですか。返事来るんだ。そう、なんかすごい可愛いからぜひみんな見てください。すずちゃん何歳ぐらいの双子ちゃん。何歳かな、女の子なんですけど、うん、なんかすごい可愛くてっていうので時間を潰したりとか、まあ、あとは音楽がずっと好きなんですけど、うん、なんか昔から結構ピアノ弾いたりとかギター弾いたりするとなんか結構こうサッカーから離れて、うん、いろんなこと忘れて没頭できたりしてて、結構それが趣味です今。もともと習ってたとこですか、ピアノ。ピアノ習ってました。ちょっと最初欠点ないな。なんかすごく作るご飯がめちゃくちゃまずいとかさ、なんかちょっとそういう残念なところがあってほしいですよね。すごい、うん、漢字が書けないとか。逆に可愛い。かけない。かけないですか。それぐらいなんか抜けてるとこあってほしいですね。いっぱいあります。本当ですか。ギターはいつからやってるんですか。ギターはもう小学校6年生ぐらいかな。といっても全然上手くないんですけど、なんか多分いろんなことに興味が昔からあったから、なんか小6ぐらいから始めて、まあ、暇な時に弾くっていうスタイルなので、特にすごい上手くなったりはしなかったんですけど。とりあえず、じゃあなんかその譜面みたいな見ながら、まあ、軽く弾くぐらいっていう感じ。そうですね、ぐらい、はい、でそれできれば十分ですよね。十分です、十分です。楽器なんて多分リコーダー最後ですからね。うわー。リコーダー。
しかも今もう吹けないよね。指動かないと思う。すごい。じゃあここで1曲ってやりたいですけどね。本当ですね。ちょっと1曲いけますか。いやいやいや。また今度折りを見て、はい、次回のちょっとオフシーズンに撮っときましょう。隠し芸大会やりましょう。オフシーズンに。さあ続いてですね、はい、これまでのプレー経歴について聞いていこうと思いますが、はい、なんか順番こっちの方が先の方が良かったかなと思った。 TT が先に入っちゃったからもうそのなんか印象がすごいんですけど先ほどプロフィールでもご紹介しましたが、はい、まず早速リヨンに入団されて、うん、フランスでは何年過ごしたことになるんですか。合計だと、まあ、3年ぐらいですかね。サッカー辞めてからちょっと いたんで、まあ、それも3年ぐらいかな、多分。意外とそんなに長くないんですけど、うん、日本とはやっぱそのサッカーの環境って違います。そうですね、まあ、まあ私が特にリヨンに行った当時はまあ、リヨンは完全にプロでやっていて、まあ、やっぱりそういう面では練習 もう10時から始まって、で、まあ、そのままクラブでお昼食べて1日が終わるっていうスタイルだったんで、まあ、その時はすごい違ったと思います、はい、戸惑わなかったですか、パッと急にフランス行って。あ、でもなんかその生活が変わりすぎて、うんうん、もう本当に何週間前までは普通に学生だったんで、うん、なんかその授業をして、で夕方からサッカーやってっていう生活から、なんか朝からサッカーして午後何も やることがないっていうか、その、まあ、自分のフリー時間としてあるっていうところでは、うん、まあ、かなりその時間、あ、どうしよう、時間こんなにあるっていう戸惑いは結構。何してたんですか、その空いた時間というか。結構フランス語がまだ全然喋れなかったんで、最初はかなりフランス語を勉強してたんですけど、なんか1年後とかある程度喋れるようになってきた時とかは、結構ちょっと時間無駄にしちゃったかなっていうのは思いますね。なんか YouTube いっぱい見たりとか見ちゃいますよね日本も恋しいし、はい、食事の面とかはどうでした。なんか海外行くと食事が合わなかったりとかいろいろあるじゃないですか、はい、そういう生活の部分での苦労ってありましたか。最初はなんかそういうのあまり自分の中でも分かってなかったんで、とりあえずクラブに与えていただく食事を食べてて、やっぱり向こうってパンとか、うん、パスタとか小麦系が多くて、うん、そうすると太りやすいのかなっていうふうに思ったので、うん、まあ、途中から自分で自炊してお米を多く取るようにしたんですけど、まあ、多分海外行って結構太っちゃう選手が多いのは、多分小麦が多いからかなって、うん、美食の街じゃないですか、うん、フランスって。そうですね、結構美味しいものが街中溢れてそうですよね。外食も行きました。そうなんですけど、なんかやっぱり味がすごい濃いし、うん、あ、食べる分にはすごい美味しいですけど、やっぱり毎日食べるのは日本食が一番だなって思って途中から海外行くと感じるんですね。はい、日本食やっぱり美味しいです。なんかスペインのでやってるその女性の選手とかがよく話してたのが、試合の後にピザが1枚配られるとか、うーん、食後日本だったらお弁当とかおにぎりとかが、はい、試合の後出るじゃないですか、うんうんうん、だけどピザが出るとかそういう話を聞いたんです。フランスって試合の後のその携帯リング的なのとかってどういうのが出るんですか。フランスはサンドイッチです。あ、軽食系なんですね。うん、サンドイッチですね、うん、でなんかそれはチームによって違うんですけど、うん、なんか毎回そのフランスってすごいいいなと思うのが、ホームのチームがこう食べ物とかを用意して、でホームのチームがこう全員一緒にご飯食べるんですよ、必ずやられる。でもそれにでそこに女の子を招待したりするんですよ。子供たちを。はい。あ、すごい。そう、すごい、それ楽しい。ちょっと日本でもなんかあったらいいくないですか。いいんですよね、私も。それウィーリーグでやりたいですね。確かに、うん、あったらめちゃくちゃ嬉しくないですか。なんか女の子も見に行きたいってなるし、はい、なんか地元のチームの子とかが来てサインしたり話したりとかっていうのも、うん、すごい、はい、子供の頃そういう触れ合いがあると、うん、なんかきっともっと目標としてね近い存在になるし、うん、そうですよね、憧れますよね。忘れないですよね、はあ、なるほど、やっぱ違う、進んでますね、うん、
なんでそこではなんかそのチームによってこうバリエーションが違うサンドイッチとかがしてましたね。このチームの時美味しいんだよなとか楽しみあのチームの時ちょっといまいちなんだよなとかねリオンではウェファ女子チャンピオンズリーグで優勝経験されたんですよね、うん、日本人選手で優勝経験してる人ってほぼほぼいないですよね。きらい長里選手もしてると思う。熊谷選手、うん、3人すごいですよね、うん、その時の記憶って今でも覚えてますか？覚えてますね。覚えてますけど、最後5分10分ないぐらいかな試合に出て、うん、でもなんか結構、まあ、緊張もあったし、うん、なんかまあ移籍して半年ぐらい半年も経ってないぐらいだと思うんですけど、うん、やっぱりあの舞台にまだ慣れてなかったっていうのが自分の中ですごいあって、うん、なんかその時は、まあ、こういう舞台でなんかそう普通に自分のパフォーマンスを出せるような選手になりたいなと思ったぐらいに、うん、あまり結構真っ白で試合のことはあまり覚えてないって感じです。うん、もうそっか、ね、向こうにはたって半年で世界の頂点に立つようところですもん ね、 そうですね。すごいな。チャンピオンズリーグの決勝って女子でもやっぱりすごい 満席なんですか？その時は結構、はい、そのスタジアム自体の収容が多分3万とかだったんですけど、それなりに埋まってたと思います。すごい、すごい盛り上がりですよね。でもその後ですね、2016年に現役引退だから25歳ぐらいですか？はい、早いですよね。なんでその時って引退しようと思ったんですか？なんかなんだろうな、まあ、なんかずっと自分はもっとできる、もっとできるって言い聞かせてやってきたんですけど、なんか結果が伴わなくて、サッカー好きじゃなくなりそうだなって自分の中で思ったのもあって、それが嫌だったというか、まあ、サッカーを好きでいたいんで、っていうのもあったし、まあ、あと今やれば結構いろんなことができる、いろんな新しいことに挑戦できるかなっていうのもあったんで、うん、なんかこんな思いでサッカーやってるんだったらちょっと一回というか、まあ、その時はやめると思ったんですけど、うん、っていう思いで、はい、一回引退しました。 FIFA マスターで勉強して、 FIFA マスターは10ヶ月ぐらいなんですかね、うん、そうですね、全部11ヶ月ぐらいかな、入学の卒業までは、うん、全部で11ヶ月ぐらいですね。でまた現役復帰したいって思ったのはまたどんな心境の変化だったんですか？まあいろいろあるんですけど、うん、まあ、単純に2年間離れてもう一回サッカーやりたくなったっていうのはあるし、うん、あとフィファマスターって一応そのスポーツのことを勉強するマスターなんですけど、やっぱり名前が FIFA っていうだけに、うんうん、スポーツが好きな人たちがすごいたくさん集まってて、まあ、30人になったんですけど、うんうん、でなんかまあ、朝から晩までそのスポーツに関する勉強して、でその後みんなでサッカーして、うん、それが終わったらサッカーをみんなで見るみたいな生活を送ってて、うん、なんかサッカー選手でいられることってなんか本当に幸せなことなんだなっていうのをこうその30人に気づかせてもらって、はい、でなんかみんなも2020あるしまだまだできるんだからもう一回やればいいじゃんって背中を押してくれたのもあるので、うん、はい、2020日本で会おうみたいな感じで、あ、かっこいい、かっこいい。でその新天地はまたフランスパリのチームでスタートしたってことですよね。でフランスから帰ってきた時が日発横浜 FC シーガルズ、そして昨シーズンからジェフ、うん、またガラッと環境変わったと思いますけど、なでしこリーグのプレーがだから3回目になるんですよね。レッツが最初にあって3チーム目か、またその感覚も違いますか、プレーでフランスでしてた時と日本でやる時って。でもまあ、もちろんプレースタイルとかは全然違いますけど、なんかまあその辺は結構、まあ、これまでの経験を経て適応できるようになったので、別にそんなに大きな感覚的な違いっていうのは、うん、なくて苦労することもなかったんですけど、はい、若い選手にはなんかどんなアドバイスされるんですか？若い選手にはなんかどうだろう、どっちかっていうと
サッカーでも戦術的なこととかはチームの中で共通理解として持っていかなきゃいけないことがもし分かってなかったら、まあ、そういうのは教えるというか、まあ、ようにはしてますけど、うんうん、あとはなんかみんな自由にのみのみとやって自分の良さを出してほしいと思ってるんで、なんかあまりいろんなことは言わないように逆にしてるかも、うん、もうチームでは最年長になるんですかね。そうなんです、はあ、30歳で最年長。最年長、へえ、はい、千野さんと2人が一番上。はい、そうですね、はあ、いやーそっか、30歳で最年長か。はい、でレッツの時は25歳で最年長でした。へえ、まあ、多分一番若返ってる時期というかレッツが。そうなんですよ、ちょっと若返った時期ですよね。はい、その時に優勝したんですけど、はいはい、私の代が4人ぐらいいて、うん、そこが25歳が一番上で、まさかに25歳で最年長まさかですね本当。はい、でもすごいいい経験、うん、そんな大谷選手がですね、はい、もう一つはい、サッカーと別で取り組んでいらっしゃるのが社会活動なでしこケアという活動なんですけれども、はい、まず簡単になでしこケアってどんなことをするのかってお話しいただけますか。はい、まあ女子サッカーを文化にっていうのが、まあ、一つの大きなキャッチコピーでもあるんですけど、まあ、こう女子サッカーをもっと盛り上げるためにまあ、いろんなステークホルダー、まあ、JF 協会があったりとかリーグあったりとかってするんですけど、うん、まあ、そこに頼り切るんじゃなくて、まあ、選手たちでできることをやっていこうよっていう、まあ、大きく言うとそういう団体 で3つ柱があって、1つはまあその女子サッカーの普及、こう女の子がサッカーできる環境をこう作り出していったりとかっていうこと でもう1つはキャリア、自分たちがどういう、こう、うん、サッカー選手としてキャリアを築いていくかっていうところと、まあ、あともう1つは社会貢献とか、まあ、サッカーを通じた社会課題の解決っていう3つの軸を持って活動している一般社団法人です。なでしこの全選手が参加するような形になるんですか。そうですね、はい、基本的には全選手に、まあ、とりあえず今は1部2部のリーグの選手に声かけながら、うん、まあ、本当に強制されるような活動ではないし、まあ、何かしたいっていう思いのある選手が集まって何かできたらいいなっていうプラットフォームになっています。大滝選手はそれを創設されたんですよね。そうです、創設者、はい、いろんな方 の、まあ、もちろん熊谷選手、うん、代表が熊谷選手、はい、と、まあ、こういろんな方に支えられるっていうのはあるんですけど、うん、そうですね、はい、それを作ろうって思ったのはやっぱフランスの経験とかも大きいんですか。なんで、まあ、まず1回引退して FIFA マスターで勉強してなんかこう普通の選手に戻りたくないなっていうのはあったので、なんか何かしらその選手という立場からでもこう女子サッカーに対してアクションを起こしていくようなことはしたいなっていうふうに現役復帰した時から思ってて、まあ、それが多分大きな理由ですだと思います。かっこいいですね、本当やることが全部かっこいい。このなでケアってこう現役の選手がやってるっていうのが今までこうないことじゃないですか。確かに、なんかこう引退した後に何かやるとかではなくて、うんうんうん、代表でやってる選手がまだ全員現役でやってる中でこうさらに現役の選手を巻き込んでやっていくっていう活動っていうのが本当にこう新しいなっていうのをすごい思ったんですけど、はい、うん、そうですね、なんか結構その、まあ、キャリアっていうところとかでも、うん、なんかこう引退してこんなにもう何年も10年も一生懸命サッカーやってきて引退してみたら、うん、私はサッカーしかやってこなかったから何もできないとかっていう選手がすごい多くて、うん、それを聞いてすごい悲しいなってずっと思ってて、うん、なんかそれをどうにかこうサッカーやってきたから今の自分があってこういうキャリアを築けるっていう、こう言語を変えれたらなっていうふうに思って、うん、まあ、そういうのもあってこう現役中から自分のキャリアをしっかり築き上げているようなプラットフォームがあったらいいなっていうのをすごい思ってたので、うん、はい、なので現役選手がこう中心になってやるっていうことにすごい価値を感じています。そして今はSNS の方でこう、はい、第1回アフカーアズっていうまあ、なんていうんですか、企画、そうですね、はい、ね、はい、やっていて、これはZoom ですかね。Zoom です、はい。はい、で、サッカーをやってる小中
高校生を対象に現役の選手から直接話を聞けるという場を作ってるってことですよね。はい、そうですね。アスクアスっていうのはいいですね。はい、アスクアス、まあ、あのシンプルですけど、うんうん、何でもこう聞きたいことを聞けるようなこう、うん、なんか企画を考えたいなって、まあ、コロナでこう育成年代の選手がなかなかこう技術的な指導を受けれないっていう背景もあったんですけど、うん、まあ、あのこういう機会にあのこうユースの選手たちがトップの選手と話せる機会を創出することにしたいなと思って始めました。うん、1回目はどんな質問があったんですか？もう本当にサッカーのもう具体的な質問で、例えばなんだろう、例えばこうフォワードがボールを持ってる時に、どういう背を向けて持ってる時にどういう対応をしたらいいかとか、本当にうう具体的、うん、具体的な、でそれに対してもあのこっちあのユース選手も全ポジションディフェンス、あのキーパーからフォワードまでで、あ、もなでしこの選手もあのディフェンスかキーパーからフォワードまでいたので、こうディフェンスの質問に対してフォワードが答えたりとかして、うわー面白い、はい、なるほどなるほど、そうかそうか、されて嫌なプレーとか、うん、はい、逆そうか、そうだね、でもこうされたら嫌かもみたいな、うーん、面白いですね、それ番組にしたいぐらい面白い、でついこの間まで第2回を募集されてましたが、その2回の参加者も決定した、決定しました、まだあの報告してないんですけど、うん、おいや嬉しいですよね、これでももっともっと続けてほしいと思うけど、うん、3回目とかもやるんですか？はい、もうぜひ、しっかり続けていけたらなと思ってるので、うん、はい、今後のなでケアの中でやっていきたいこととかチャレンジしていきたいこととかってありますか？うん、たくさんあるんですけど、うん、やっぱりその、まあ、今中学生年代の受け皿が少ないっていうのが一つ、うん、その女子サッカーの普及に関して大きな問題だと思うので、うん、まあ、まだ何かっていうのが具体的になってるわけじゃないんですけど、そこに対する具体的なアプローチを、まあ、将来的にはできたらいいなと思ってるのと、うん、まあ、あとはあの2021年のプロリーグとかもありますし、まあ、その女子アスリートがやってる団体として、まあ、女性活躍とかに向けて、まあ、発信できるような団体になれたらいいなっていうふうに思ってます。いや、これからがますます楽しみですよね。はい、うん、ね、プロリーグもできるし、それに伴ってまた女子の環境も変わっていくし、その中でこの、ね、なでケアがどういう活動をしていくかっていうのも注目していきたいですね。はい、でも現役の選手たちが主体になってやってくれてるっていうのがなんか気持ちが伝わってくるし、うん、いいですよね、その無理やりやってんじゃなくて、うん、はい、そうですね、しかもそのリアルな現場を見てる選手たちからだからこそこう生み出せるものって絶対あるじゃないですか。はたからこう見ててここが足りないんじゃないかどうかっていうよりは、実際この現場で実際体験してる人たちからの発信の方がよりこうリアルな女子サッカーの現状をこう変えてってくれるようなイメージがありますよね。はい、そうですね、なんかそういう風な存在になれたらいいなと、うん、でたくさん考えてる選手がすごい多いので、うんうんうん、選手の声を汲み取りながらなんかいい活動にしていけたらいいなっていう風に思ってます。うんうん、ぜひこのなでしこカフェでまた、はい、PR してください、うん、ここを宣伝の場として使っていただいて、うん、どしどしいつでもお待ちしておりますので、フォロワーは多いですから利用していただければ、はい、いいなと思います。なでしこカフェを思う存分利用していただきたいと思います。ぜひ、はい、アクションするときは、はい、教えてください。よろしくお願いします。はい、ということで以上大滝亜美選手の特集でした。はい、この後大滝選手エンディングもお付き合いいただきます。コマーシャルです。試合って普段見てらっしゃるんですか？高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです、よく見てたんですけど。 Play with the, since the young age. Konnichiwa, c'est Kylian. A tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. Arigato.
さあもうあっという間にエンディングの時間となってしまいました、はい、時間が足りないくらいですね今日ね。あと1時間もう1時間やりたい本当ちょっとオフトークでずっと付き合っていただきたいぐらいなんですけど、はい改めてですね2020シーズンなでしこリーグ開幕日程をお知らせします、はい、1部2部リーグは7月18日土曜日に開幕、開幕から2節は無観客試合で、3節以降の開催については感染拡大状況などを鑑みて決定されます。そしてチャレンジリーグは8月22日土曜日に開幕。観客動員の有無はこちらも感染拡大状況などを鑑みて決定されます。一部二部チャレンジリーグいずれも開催日、対戦カード、キックオフ時刻、スタジアムは未定となっていますので、最新情報はなでしこリーグ公式ホームページをご覧ください。はい、これ開幕日程出てからなんかチームの雰囲気って変わりました？昨日が開幕日程出て最初の練習だったんですけど、やっぱりなんだろう、行こうっていう感じはなんか分からないままやってるよりは、目標ができたっていうのは、まあ、そういう会話も生まれてますし、やっぱり大きいと思います。そうですよね、ここにピークを持っていくんだって、まず一旦の目標ができますもんね、はい、そうですね。あとはもう皆さん健康に気をつけていただいて、うん、本当に安全に過ごしていただくというのが一番ですよね。本当ですね、はい、今日はですね大滝選手とこうあっという間の1時間を過ごしてきたんですけども、1時間過ごしてみて、まず大滝選手いかがでしたか？1週間、この1時間この番組の番組の一週間、はい、なんだろうな、やっぱりこうやって、うん、のことを話したりとか発信できる、うん、私もやっぱすごい楽しいし嬉しいんで、すごい楽しい時間になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。しかもね、昨日、うん、新プロリーグが発表されて、うん、今日大滝選手に話聞けるっていうのがなんか私たちとしてもすごい嬉しいですよね。本当タイミング的にめちゃくちゃ嬉しい、はい、うん、なんかこう周りだけ盛り上がるんじゃなくて選手たちがどう感じてるかっていうのが一番大事じゃないですか、うん、こういう話って、はい、だからなんかやっぱいろんな話聞いてると、まあ、よりワクワクしてくるし、うん、ヤハトラシミノさんが新リーグのアドバイザーとして就任してもらおうって本当そうですよね。本当こういうなんか意思を持った選手がどんどんいろんなことを新しい風を吹き込んでくれたら嬉しいなって思いますよね。ということで、あっという間の1時間ではありましたけれども、うん、もうなんかこう今告知したいこととかぜひ言いたいことっていうのはありますか？なんだろう、まあ、とりあえず7月18っていうのが決まったので、うん、まあ、私たちも皆さんに多くの笑顔を少しでも届けられるように頑張るんで、まあ、また応援していただけたら嬉しいなっていうのと、まあ、あとなでキュアの活動もぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。インスタもツイッターもあるのでぜひ見てみてくださいっていうのも伝えたいです。はい、今ですね、コメント欄になでキュアの URL も載ってますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。今年のジェフはどういうとこを注目したらいいですか？ポイントは、まあ、でもやっぱりそのサルさんを中心にやっぱり、まあ、家族のようにこう明るい雰囲気で、まあ、でもやるときはしっかりやるっていうチームの雰囲気がすごく良くて、まあ、よりチームとして、団結して戦っていけるんじゃないかなっていう期待を私もすごいしてるので、まあ、そういうところを見ていただけたらなっていうふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう7月18日の開幕、はい、ぜひシェフに大注目していただいて、それから今シーズンはね、いろんな移籍もありまして、まだ試合が始まってないけど結構大きい移籍もあったから、うん、そういうチーム同士の組み合わせがどんな風になるのかっていうのも気になりますもんね。ですね、分からないですよね、ま、分かんないですよ今年は本当、はい、モミピーも海外行っちゃいましたしね。ですね、だから日テレと戦うチームはしめしめって思ってるかもしれないしそういう意味では分かんないリーグになりましたからね、ぜひ開幕楽しみに皆さんもお待ちください。ということで今週のゲストは大滝亜美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お相手は森口香織と長谷川優でした。また来週です。